絵本ども日本語学2」に副助詞の絵本僕にも変えるよ言葉には決まりがあるって知ってるかな日本語にも英語にもその他の言葉にも決まりがあるんだみんなも傷がつかないうちにその決まりを使って話したり聞いたり書いたり読んだりしているんだ この絵本子供日本語学のシリーズで、どんな日本語の決まりがあるか探してみよう。<laughs> 絵本子供日本語学に副女子の絵本僕にも帰るよ。リエコちゃんの家で子犬が生まれたよ。かわいいな 犬がいいいるっていいな。ボール遊びができるし走ったりもできるリエコちゃんと一緒に公園にも行けるかな河原まで行けるかも。 犬欲しいな。そうだ。お母さんに頼んでみよう、うん。お母さん、リエコちゃんの家で子犬が生まれたんだ。可愛いいんだよ。犬飼いたいな。何言ってるの。世話できないでしょ。世話はできるよ。いいえ、あなたに世話なんてできないでしょ。 犬の世話ぐらいできるよ「なんていや」「くらい」を使うと意味が強くなるね片付けもできない用意もできない自分のことさえできないでしょカブトムシの時だって最初だけだったでしょやらなかったでしょ。 うーんそうなんだけどまったく「欲しい」っていうばっかりでダメかお兄ちゃんお兄ちゃんリ恵子ちゃんの家に子犬が生まれたんだって私子犬もらいたい僕も欲しいんだけどさっきお母さんにダメだってお兄ちゃん犬の散歩に連れてってくれるなら私もお願いしてあげる お母さん、子犬が欲しい。私お兄ちゃんと一緒にちゃんとお世話するよ。あらあらあなたまでそんなこと言うの二、うん人なら頑張れるかな今度は頑張るよ。今度は今度こそ頑張るよ。お兄ちゃん一人だけだと心配だけど二人なら大丈夫かな 名前何にしようかな僕にも変えるよ。ね。